このスタック星人ピコリーノスが、お前の鼻へしよってやるわ電子レンジマンは恐ろしき宇宙人と交戦状態にあった。この杖で、おりゃースタック星人が杖を地面につけると、恐ろしいことが起こる。ああそう、恐ろしき衝撃波により、地面は振動し、人々はみんな倒れてしまうのだ。ああああ、電子レンジマン、お前を地面につけてやったぞ。 スタック星人、スタック、ツインブレードモード。お前の首、剥がてやるわ。何あ、キャーデンシレンジマンは首をもがれ、死んだ。ここが、あの世ってやつか。俺は志半ばで倒れ、霊界へ旅立とうとしているんだな。そうじゃないわ、デンシレンジマン。あなたはまだ戦えるわ。誰だ、その声は。 私は宇宙の神、メガネスよ。あなたを助けるために神に使わされた神の使いなの。なんだってメガネスよ。俺は蘇れるのかええ。あなたはソーシャルファイターとなって蘇るのです。ソーシャルファイターだとソーシャルファイターとなって他のヒーローと手を取り合い、あなたは悪党を倒すのよ。よくわかんないけど、わかったぜ。10連ガチャでヒーローを集めるのよ。バーン パワーエナジーって、ジョセフ・ジョースター、パワーエナジー、クー・ジョー・ジョタロウ、ウルトラ・セブン、ブックレット、ライフル、レッド・キング、カメライダー・クーガー、バーン。次はヒーローを編成してね。5人まで選べるわ。ジョセフ、クーガ、ウルトラ・セブン、レッド・キング、ジョー・タロウ、ーン。おい、ちょっと待て。おい、俺が入れてねえじゃねえか。 電子レンジマンはレアリティ1だから、ガチャで当たった星3以上のヒーローたちよりも、戦力的にはあれなのよ。くそ、俺が戦えないなら、この番組が電子レンジマンでやる必要はないぜ。バトル開始大丈夫で、でれれれーんクリアチュートリアルはこれで終了よ。あなたはヒーローたちと手を取り合い、この世界に平和をもたらしてね、そして他のヒーローたちと、 戦力を競い合う、バトルフェスモードもあるわ。うるせえ、貴様、死ねや俺は地上に帰るぜこうしてソーシャルファイダーの目論みは見事に破られたんだ。